はい、今佐々木くんがメンタルトレーニング講座全3回終わりました。はい、感想一言どうぞ。はい、今までの講座と違って本当に1から、0から100まで、最後まで出てきて、本当に流れがいろいろ分かることができたのかなと思います。で、僕の場合結構、その前にもずっと基本的なことをやらせてもらってたので、それがようやく無意識レベルにいろいろ感情に気づきとかをできているような段階で、本当に一段落、1段落上のレベルのことをすることができて、いろんな意味でつながったと同時に、やっぱりその結局根っこの部分っていうのは本当に一緒なんだ、要は何でもそうです、基本的なところっていうのが、再確認できたので、やはりそこに立ち返って、ずっと今後も継続やな、そうですね、死ぬまで継続するつもりでやっていきたいなと思います。はい。